公共曲第3番、手で生む作品271は、ダリウス・ミオーが1946年に作曲した公共曲、フランス放送から手で生む作曲の依頼を受けて書かれた。最初に、リュリの手で生むとベルリオーズの手で生むを調べたものの、彼らのものは参考にできないと判断したため、アンブロジオ参加をテキストに用いることに決めた。初演は1947年に、 フランス放送により行われた。フルートに、ピッコロ、クラリネットに、オーボエに、イングリッシュホルン、小クラリネット、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、打楽器、ハープ、言語部、混声4部合唱。声楽が入るのは、第2、第4楽章、楽章のみで、前者には歌詞がなく、声楽を、 楽器のように扱っている。調整的な提言による主題で開始され、第5小節で自由な変装が行われる。39小節で冒頭の主題を変化させたものが、現れた後、ホルンと木管による旋律を経て中間部に移行する。中間部では、第4楽章の、で、デウムにどことなく、似た主題が弦と木管により現れる。最後は、全合奏で幕を閉じる。 演奏時間約5分。弦と金管の上で合唱が歌い出す。転調を経て、イングリッシュホルンの旋律にバスクラリネットとバスが答える。この主題は、弦の合奏で幕を閉じた後、ホルンを伴った合唱による主題が4回、繰り返されて第1部が締めくくられる。第2部では、冒頭の主題の変形が提示され、フルートによる旋律で曲を閉じる。演奏時間は、 約10分35秒。4小節の明快で短い主題で開始され、これにオーボイが答える。その後第一バイオリンとフルートが冒頭の主題を少し変形させた旋律を奏でる。演奏時間は約3分45秒。短い前奏の後、テノールが歌い出す。演奏時間は約12分5秒。ありがとうございます。